え、待って、登れないから。ははは。冒涜だよ、これ。母親へ冒涜。いや、二つ目なんとかクリアできましたね。ね。むず。よし、じゃあ次行こうか。普通にしゃがんでるか。待って。これ二回もあんのかな。ライトつけて。こっち思う存分こう。こっちだな。イエイって。待ってる。待ってるよね。ここ開いてなかったからね、さっきはね。あ、バラがあった。で、これ踏んだら。そういや、さっきのステージバラ見てないね。ね。なんかカバンがあるよ。これ踏んだけど。踏んだけど何か変わる？カチャカチャ、向こうが開いた。あ、踏んで踏んで。ほら。あ、じゃあ待って。あっちで踏むとこあんのかな。あなたが行くのか。うん。あったあった。オッケー、はい。あ、ここはこれだけか、したら。あ、バラあった。けど。待って待って。ここにバラあるけど。あ、取れた。あれ？はぁ。そう。これ、次の祭壇の時、一人がここ踏んで、ここを通り過ぎて、ね、これ踏まないと開かないんだよね。で、また、向こうまで行かないんだよね。で、もう一人がまた踏んで、また祭壇に戻らないといけないってことだね。なんか、これが絡んできそうだな、またね。逆説的に考えないとだ。ここが、厨房。また、この中とか入れて隠れたらいいの。で、またテーブルでしょ、これ。またこのテーブルしゃがんで。なんか光ってるよ。あ、もう早くない今回。ギミックらしいギミックはさっきのとこだけか。でも結構難しいんだろうね。あ、バラがある。よいしょ。ジャンプ？何？取れた？取れてないの？取れたでしょ？普通に取れたよ。いいボタン出ない？あ、ちょっと離れた取れたか。よし！待って。うん、え？これどうなってんの？また二人で協力ジャンプだよ。あ、この上か。二人で協力、はい。いける？いけた？待って、もう一回。に落ちた。はいはいはい。膝の上に乗る感じで。何？どうして母さんは金物持ってた？何があるの？ね、サーベル。サーベル。ライト消しとこう。じゃあ、とりあえずやってみようか。うん、取ったよ。オッケー。いる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 、ね、待って待って、しゃがんで、とりあえずこいつの動きを見とこう。動かな、動かなさそうな感じだね。ね、じゃあ後ろから行けたとして、また来た来た来た、もうバレてもうバレてもうバレて、もう急に動いたな。あの、多分ね、私の音で反応したね、今のね。何の音？あの、降りた時の音。待って、じゃあどういうこと？どう降りるの？私の膝に降りるってこと？ここに隠れる？ちょっと待って、ここに隠れたとしても見えないもんね。ちょっとしゃがんで、しゃがんで。もうあの、しゃがんでる。本当に降りたときにあれだったのかな？音で。本当？うん。まあ、もう一回やってみよう。行くよ、うん。うん。ライト消して。私、こっちに飛ぶよ、これ。私の膝に降りて。あなたが見えない。はい。あ、もう今の時点で行こう。はい、もう後ろ向いてんだから。はい、行こう行こう行こう。あ、なんでなんで、ちょっと反応がいいね、そしたら。じゃあ反応がいいのか、それともそういう後ろ回りなのかが、うん、とりあえず、とりあえず今は音には反応しなかった、ね、反応しなかったよね。じゃあそれで行こう。はい、しゃがってしゃがんで。待て待て、こっちでやろう。ここから頭が、こっちが、こっちがいい。姉ちゃんを足げにする弟。行くよ。うん。はい。で、降りて。で。じゃあ行くぞ、行くもん。はい。様子見る？うん。そっちが回ってきたのか、それとも音に反応したのか、ちょっと、ほら、やっぱそうだよ。ああ。回ってくる感じだね。反時計回りで。でも、あそこで見えるのか。今ここに行って、こう行ってじゃない、こう、うん、こう行って回ってきて、この辺りで気づいたからな、あいつね。だ、ここからしゃがんで、ここで待っとけばいいってこと？
で、こう行けばいい。だからここで向いた瞬間の時は多分タオルの後ろにいないとダメなんじゃないかな。ここ。しゃがんでればこれぐらいのテーブル、あいつら気づかないんじゃない？そうでもない。そう思うけど。じゃあちょっと。はいはい。小林先導して。おう。オッケー。あんた。金井先導してって何？私が何？どうする？あ、はい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 。どうなってるのこれ？今乗ってる。私の膝、まだ。ちょっと待って待って。はいはいはい。そこがやっぱ一番ベストだわ。じゃ、撮りまーす。はい。そこがしばらく待ってみる？うん、そうだね。電気消してしゃがんで見てみよう。で、どこで見るかだよね。待って、窓から見てみるか。窓だったら反応しないんだったら。ここから。しゃがんでしゃがんで。しゃがんでるそれ。あ、しゃがんでる？あ、しゃがんでないもんだって。だから、普通に立ってて今。ちょっと待って、待って。ごめんなさい。しゃがんでなかった。もうしゃがんでなかったよ。待って、はいはい。レイちゃん、ちゃんと壁際、壁際。待って待って待って、ごめん。はい。それすごい体勢だよね。わからん、うん。はい。取るよ。で、降りて、しゃがんで、で、窓のとこから見とこう、こいつ。窓越しに。間違いなくしゃがんだ。私見えてないからね、今。動いてるね、動いてるね。もうちょっと、私、後ろ下がろっか。あー、そこで止まったか。あー、そう戻る。見えてないからね、そっちで覚えて。なるほど、こっちの時間が長いと。ほう。いけそう。よし、俺がよしって言ったらついてこいよ。うん。まずタオルの後ろに隠れる。よし。オッケー。ここだ。うん、隠れてる。で、やつが左行く。うん。で、左からまた右に戻ったらゴーだ。あ、結局左側通るってことね。この後戻りが早いから。うんうん、はい。よし、ここ。ここ長いんだ、この待機時間がね。オッケーオッケー。で、ここまたいそうだよね。あ、うん、母いる、母入ってる、母入ってる。いる？母入ってる。いる、いると思う。いる？いたいたいた、あ、こっち見てた。あー、気づかれて。ちょうどこっち歩いてたわ。とりあえず一人目クリアすれば、多分大丈夫ってこと？とりあえず。そうだったよね、今タイミングから言ったらね。さっきのところでさ、ちょっと様子見よう。また窓から、窓から。うん、窓っていうかちょっと様子見よう。取りまーす。はい。はい。タオルのところ行くよ。うん、タオルのところまでは。うん、タオルのところ行って。いや、行っていいよ。しゃがんでる、しゃがんでる、しゃがんでる。あ、しゃがんでる。オッケーオッケー。はい。オッケーオッケー。ここでちょっと様子見ようか。うん、どうバレたの？いや、こっち向いてきてた。ちょうど、あ、こっち向いてきた。でも一人が踏まなきゃいけないけど。また動きちゃうみたい。行ってきてるだけだよね。でも一人が踏まないといけないから、そっち側にあるでしょ、ボタンが。戻った時にまた、踏みに。このタイミングだね。あ、でも戻るの早いな。戻る時に一緒に後ろからついてって踏んで。待てよ。うん。私がね、行って踏んだらもう扉抜けちゃっていいから、ね、うん、とりあえず、一緒に後ろからついてって、私直進で扉抜ける。あー、こっちもちょっとごめん、早かった。右に行ってさ、右からこう左に戻る時に私出るから、その後にもう扉通り抜けちゃって。扉開いたら出るから。しゃがんだ、オッケー。これやっぱ俺サーベル持ってんの？持ってる。なんか、うん、サーベル、うん。どう？まだ？見えない。遠すぎて。オッケー。で、次向かって左に動き始めた時に移動。今ダメよ。だからそっちが動いたら私も動くから。で、私は扉まで行くから。はい。あ、私扉に行きます。これ無理でしょ。え、これ絶対無理でしょ。え、あいつあっちまでしか行かないの。ちょっとシミュレーションしよう。あいつどこまで動くの？全く見てないから。それも教えてあげる。じゃあ、見ててよ。やつ、うん、の動く範囲ね。ここから、うん、こう来て、止まって、うん、この繰り返し。だから今私がこう踏んだ瞬間にやつは振り返って、襲ってきたから。え、その間に。だから、わかる、待ってよ。これ、相手持ってない人が、うん、こうやってガーって踏んで、開いた瞬間、もう相手持ってる人が抜けて、で、もうすぐ、取り引きだとすぐもうまたこっち戻ってくる。だよね。で、ここに隠れとかないとね。そう。で、もう一人の指示待ちでしょって。うん。
もう一人で死にますってか、向こうで取り上げてない。そうそうそう、でもその間にもまたいるかもしれないから。どっちやる？待って、私一回あれさせて、もう剣持たせて。あ、じゃあ私踏む方ね。うん。あ、そっか、ごめん、一人やめた。え、待って、嘘、本当それ、オッケー。あ、そっか、ライトつけられないんだ。やばい、来てる、あ、ごめん、足音。さ、先行ってて。やっぱ、え、何、膝に降りないとダメってこと？いやー、あんまり膝に降りてなかったと思うけど。うん、そう、膝に降りてない、はい。ああ、気づかれた。やっぱもうここにいる時点でダメだ。もう、わかんない。もう位置関係が見えなかった。なんかバレるか。ああ、助けてダメだ。もう逆にする？逆がいい。やば。あ、ごめんごめんごめん。じゃあ俺かよ。見えなかった。見えなかったから。あの雨に明かりが反射してるじゃん。横から見ようかなと思ったら音に反応された。よし、撮りまーす、はい、じゃあ動かないよ、もうそっちに任せる。この壁にライト このろうそくの明かりの反射の見てると向きわかるから。ほい。でもあの壁側まで行くの？どうする？いや、私はどうする？ここでいい？だから本番は、ここでいいね。あいつが戻った瞬間に、左駆け出してほしい、うん。駆け出すっていうか、今のタイミングね。待って。あ、そっか。先に抜けないといけないもんね。まだよ。うん、5を出して。はい。あ、私が踏むのか。そうだよ。はい。いや、すぐ戻って。あ、ダメ。え、絶対、今日、うん、そう。合ってるか？いや、多分今はね、コンバヤがなんかいらんことしたんだよね。ほんと？あんなに、じゃあ逆やってみようかな。はい。踏んで、そっちが踏んで、そっちが持つのは持って、踏むのもそっち。一緒に。あ、そっか。あ、置きに行くのそのまま。違うでしょ。いや、だから、持ってると遅いから。あ、そっか。うん。今は絶対持ってない人よ。あ、やばい、ごめん。やっぱもう、わからん。しゃがんだまま降りたらしゃがんでる？どうも。いや、しゃがんでない。しゃがみで降りたら、しゃがみのまま降りたら立つ。姉ちゃん、早く。待って、もうわかんない。降りて、今しゃがんでるのかどうかわかんないんだもん。降りたら若いし遅いから、今しゃがんでる。あと、視点でわかるでしょ、低いか高いか。まだよ。私、扉抜ければいいんだよね。そっちが踏むよくや。まだよ。うん。5出して、私歩き出すから。これ無理だね。うん、無理だよね。奥まで抜けないのかな。待ってよ。逆になんか陽動するのかな。そんな音とか出すのないもんね。ちょっと待って。そもそも、こっち向かってこられたら、あ、でも本番先に行ってたもんね。ここまで行くのかな、逆に。何でちょ、だから。やつが戻った瞬間に持ってる人はこっちに行って、で同時にもう一人じゃこう踏んで、こんな音立てたら絶対バレるしな。あいつ ここでどこ向いてんの？もうこの人はここまでしか行かないよ。あいつどこ向いてる？その時こっち向いてる。その時こっちの扉開けてあげたら向こうに行ってくれるとか。開いてるから席が。こっちね、そんなことない。一瞬なんだよね、こっち。こっちすぐ向いてんだよ。うん、こっち開けといたとして、あ、ここも逃げないのか。ここまで、待って、私もう扉出ちゃった。待って、踏んで。ここで、こんな来るでしょ？こう来て、こう踏んで、うん、もう、抜けた瞬間、もこっち側行ってみれば今度。あーはは。なるほどね。え、でも。で、相手のケツの匂いを嗅ぎながら、こうまた戻ってくるんだよ。でも一瞬でしょ、それ。ほんとに。そんな、結構シビア。そんなむずい。ちょっとやってみようか。じゃあ相手のこう前ね。OK。はい。あ、待って、そこはなする。ちょっと扉の後ろに隠れるよ、テーブルの。俺見つかるな、これ。うん。お、スルーされた。でも帰り。ここはどうだ？大丈夫か？お、大丈夫だった！奇跡だ。いいよ、出て。今俺すごい、こっちのね、画面見てたらかなりのハラハラ時々展開だったよ。今すごかった。絶対ダメだと思った。まだよ。はい、OK。はい。
ヒントを表示。どうする？よいしょ、あれ、なんかおかしい。あ、そう、微妙なのがある。大丈夫、反応しない？はい。で、ここでさっきのところ少し待って。で、私はここにいたから一回待ったらあっちに行って見てあげて。うん。オッケー。私こっちにいたから。これちょっと様子見よう。うん。どんな動きしてるか。すぐ向くんだね、向こうね。だ、踏んだとしてだよ、今。でもすぐこっち来るでしょ？だよね。次行くよ。でもその距離じゃダメだよ。その距離遠いもん、遠いもん。一回こっち来た方がいいんじゃない？ごめん、もう行ったから。距離的には一緒かな。待って待って。ここしゃがんで。一緒に、とりあえず歩こう。はい。はい、スタートして。はい。はい、せーの。はい、どうする？後ろから行って、そっちが。ああ、ちょうどだった、ちょうど。あ、今のタイミングだと思う。ちょうど目の前に来た時に扉が開いた。よし、やってみよう。はい、あ、ダメダメダメ、これ無理だよ。ダメだ。ヒント見よう。もうヒント見て、 H 押して、 H 別々の道を進む。それは知ってるよ、そんなことは。もうちょっとヒント欲しかったね。しゃがんで歩くのと普通にも、やっぱ立ったらバレるもんな。あの距離だとさすがに立ったらバレる、うん、他にやり過ごせる。例えばこっち側にいといてしゃがんでたとして、ここ、あ、どこどう向いてるの、あの人は。いや、振り向く方向によって別に、なんていうか、バレないとかさ。あ、見てる。あ、こっち向いてる。あ、こっち向いてる。うん。絶対そこバレるよ。例えば、まあ、そっか、二人ともこっちに一回隠れて、逆にね、一回ここで、バレるもんね、ここでもね。あのね、お前、ここ、うん、あのね、あの人ね、こう歩いて、こっちからこっち向くのすごい早いんだ。うん。だから、あの、本当に、あの、やつがこっち向いて動き出した瞬間に、我々を動き出さないと、無理なんだよ。はぁ、あ。だから、相手が振り返るタイミングをずっと見れるところにいたいんだよね、本当は。もうちょっと早めにスピッ、なんていうのかな。ここ見れるかな。もう横向い、あー、どうだろう。ちょっと待ってよ。だから本番やはここでいいんだよ。うん。ね、この最短距離でいいから。で、私がここから見てて、動き出した瞬間に、もう。あ、いや、絶対これ無理だろ。とりあえず、私が先に早めに抜けないと、その後、そっちはどうするっていう話。しゃがんでるよ、そっち。うん、しゃがんでたの。うん、いや、無理だよこれ。同じことしかないな。別々の道を進むってしか今。遅いのかな。え、もしかして、あ、待って。見て。何？上が開いてる。ああ、これね、そうじゃないかさっき思ったけど、今上向いてたから、あれなんかあんのかなと思ってさ。いや、そっちが。俺もそうじゃないかと思ったけど、コンクリートは模様かなと思ったんだよね。あるじゃん。待って待って。ちょっと上行こう、上行こう。別々の道。見ようぜ。一人は剣持ってる人は上から行ったとして、待って待って、じゃあ行ってみて。どうも無理だったんだ。道理でね、道理で。ちょっとシビアすぎるよ。はいはいはい。上行ってみて、私は登れないから。どこに通じてる？私は行けないから。おー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 、ちょっと後で交代しよう。うん、じゃあ一回見てきて。で、どっかに繋がってるってことでしょ？おほほほ。あ、こうなってんだ、へぇ。で、一人が踏んでくれればあっちで抜けれるってことが、踏まなくていいからね、こっちの人は。こういうことか。あ、でも、いやー、これ、なるほど。ははは。逆にこれでクリアしてたらすごかった。助けて。そっち踏んでて。あ、踏んでてって、あ、どこどこ、あ、どこだっけこれ。どこ踏むんだっけ。いやいや、ちょっとさっきの部屋、あ、そっか。あ、待って。踏ん、うん、なるほど。ほんだら交代して今度行ってみようぜ。あ、待って、剣、どっちが行けるんだっけ。剣持ってる人がジャンプできるんだよね。そうそうそう。オッケー。オッケー。今度上行ってみ。で、剣。で、待って、窓があるけど、ここじゃないか。これは外か。え、どっから行った？しゃがんだら出れるよ。あ、あ、そうなの？うん、しゃがむ。しゃがんで出て。ここは別に立っていいんだよね、多分。おそらくこの庭にいっぱい配置されてるだろうけどな。
あ、何？あ、庭に降りてからあのドアから出たってこと？普通に正面から入ったってこと？うん、そうそうそう。あ、オッケー。あはは。ちゃんとヒントしてたじゃん、ヒントヒント。別々の道ってまあ一応そういうことね。で踏んでる？そっち。踏んでる踏んでる。もうじゃあやってみよう。どっち行く？いや、そっち上行って。オッケー。見てきて。あの、不確かなことはやりたがらないな、うん、君は。よし、行くよ。はい。だから音でバレるようになってたもの。よし、頑張って。よし、はい、行くよ。はい、私はじゃあ下の道に行っとくから。あっちで待っとくね。行ってらっしゃい。で、敵いたら行って。いまーす。外出まーす。いるには、ね、誰もいません。あ、気づいたな。違う、私の方に反応したんだよ、私の方のやつ。音で。あ、こっち来た。こっち来た。え、どうやって？え、どういう音？待って、ちょっと待って。どっか行ったよ、あの人。いつもの人が。何したの？立てたらこっち来た。あ、戻ってたよ。うん、待ってよ。初期の動きするまでちょっと待たないといけんから。うん、ちょっと待って、こっちも様子見てる。ちょっと待っててね。よし。オッケー。今時計のとこ行ってるからね。スイッチ踏みまーす。待って待って、あ、踏むだけ踏んどいて。うんうん。あ、違う、踏んだら、待って、あ、大丈夫か。で、またあの祭壇の前ね、いつも通りいるから、あいつが。気をつけてね。待ってよ。待ってよ、ちょっと。あいつ、扉の確認もしてるな。嘘。ええー。もう一回やり過ごす、一回。ちょっと待って。うん。いつ行っていいかが見えないからね。あっちに行った方がいいか。あの、奥の方の壁。うん、奥の方に一回行った方がいい。そうだね、ちょっと待って。見えないじゃん。こっちから言ってもいいけどね。見えないから言う。はい、オッケー。今行ってと、こっちに行ってと。あ、見えた見えた。見えた見えた。一回やり過ごしてと。ここ、ここ。あー、ダメかも。遅かったかも。いけるいけるいける。超えた？うん、出たよ、出た。あ、でも待って、もう一人いるんだっけ？やばいやばい。うん、あの、祭壇のとこいるからね。どうしようどうしよう。ちょっと様子見よう。ここま、ここ大丈夫かな、私のいるとこ。待って待って。いや、もういけるから行くよ。いける？オッケーオッケー。はいはい。オッケー。これ一回やり過ごそう。でしょ、めっちゃ難しく考えすぎてた。いやね、気になっててね、あの壁の模様かなって思ってたんだよ。これは恥ずかしい。頭が硬いな。ね。置いて。あれ置けないよ。あれ、こんばんは、どこは？危ない。なんだと思ってたの？いや、なんか E が出ないから、場所本命が来ないから置けなかった。あ、そうなんだ。うん、二人しゃれないと置けないみたい。はあ、消えるとこがいつも見えないんだけど、消えるとこ見たかったんだけど。あ、ほんと？うん、だからそう、あるし。えらい、こう、こじんまり、あ、そっか、あと10個置かな、7個置かないといけないから、こう、隅っこに置いてんだ。あ、まあ、順番決まってるからあれなんだね。で、こっちがついたよ、電気。次行きましょうか。意外と簡単ではあったんだね。2番目がちょっと難しすぎて、2番目ちょっと頭使った、ね、そうそうそう、だから逆に深く考えすぎちゃった。